どうももいつおお世話になっておりますす速化塾の久保です今回は FX オリガルヒについて、まあ、重要なお知らせになっております、えー、本日先ほど完了しました FX オリガルヒのあまあ参加者受講生さんの方にですね個別で連絡を送らさせていただきました今回ですね50代から学ぶ FX ということで なんとね最高齢71歳の方がご参加くださいましてこの71歳の方は昔 FX をちょっとやったことがあるんだけどもよく分からずにやったんで、まあ、大きなねお金を失ってしまったらしいんですよ。それからすごく悪い印象を持っていたんだけども今回私の放送をずっとね見てくださっていて最後に FX をちょっと学んでですねもうあの頃の悔しさを取り戻していきたいということでしっかりと 足場を固めててやっいいいきたとでこの方はですね80までになってもいいから FX をみっちり教えてくれというふうに言われてまして私がですね今後 FX をずっとやっていくっていうことにすごくね感動してくださって長いメッセージとともに今回の受講ということになりましたその他60代の方そして私と同じような年代50代40代の方 えー、本当にね、ちょっと年齢としては40代以降の結構ね、えーまあ、重要なこれからの人生を決めるに、いろいろと深刻になるところとかね、あと夢や希望を持っていらっしゃる方、そんな形になると思います。えー、とここで私の感想を長く言うとね、また動画が長くなっちゃいますんで、えー、一つお知らせしておきます。FX オリガル日が明日から月曜日からスタートします。 そして本格的には来年からなんですが、でももう本格的にスタートしますんでね、しっかり毎日、時間のない方は週に一度でも学んでいただければ、この FX の力が身につくと思います。そして遠慮なく私の方にもご連絡ください。でね、残念ながらまだね、あれ ?FX オリガル日に参加したはずなんだけども、その連絡もらってないよって方は、ぜひね、私の方にメールをください。漏れている可能性がございますえ。しかし何度もチェックしましたんで大丈夫だと思いますけども、一部ね、 あのまだはっきりと参加するかどうかの答えをいただいてない方がいるんですよねまあその方はもしかしたらもしかしたらねちょっとこう費用のことで振り込みが月曜日火曜日になっちゃってるのかもしれませんその方については確認せずにこの日曜日に連絡を送りしましたのでその旨をお知らせいただければと思いますえその他ね行き違いもあるかと思いますしかし一つ一つ誤解を解きながら しっかりとこの FX オリガルヒでテクニカルを身につけてみんなでね稼げるような人に一人ずつなっていきましょうで私も50代に入りますこの FX を中心に投資助言業の会社をなんとかねやってみたいなっていう思いがあるんですよでこれは私への挑戦なんで皆さんに約束するものではありませんけどもでも決めた以上できるところまでやってみたいです そういった意味でも私も挑戦していけ、していきますので今後もよろしくお願いします。それでは動画をご覧いただきましてありがとうございました。今後とも速回塾および FX オリガルヒをよろしくお願いします。まあ、ちなみに通常の速回塾の方では FX の放送が少なくなりますので不安だなと思われる方はぜひね FX オリガルヒの方に参加をご検討ください。まあ、あの、こっそりと受け付けておりますので正式にはね年に1回の募集になりますのでその時は 結構金額高いんでお覚悟くださいそれでは失礼します